ほらほら
師匠様とフローレンスさんがやってきて宝玉を安全な場所へ持って行きました。マダムメイさんはフローレンスさんと同じく国外追放といってもお師匠様の計らいで望みの外国へ住めることになったんだけど、はあ、それであの二人はどうしたかって、縄をほどけ、なんでこんな恥ずかしみを受けねばならんのじゃ。徹子、お前の腕力でどうにかならんのか。はい、それがコアクトー様、さっきからやっとるんですけど。あらダメよ、その魔法のロープは抵抗すればするほど固くしまっている。私もいけない遊びによく使った。フローレンス、マリエルの前で何を。そうやってムキになって隠すのが正しい性教育にとっての一番の障害なのよ。お前らは一体何の話をしておるんじゃ。いいから縄をほどけと言ったのか。ダメだよ、縄を解いたらどうせまた悪いことするつもりでしょ。当たり前じゃ、うちらを誰やと思うとるんじゃ。この胸に燃え盛る悪の炎は生半可なことでは消えんのじゃ。あれだけひどい目にあっても全然反省してないのですね。ま、頼みのメカも全部壊れちゃったし、この際あれよ、マリエルみたいに素直な性格になるまでこの島で飼い殺しっていうのはどう。そんなことになったらわしの生きる意味がなくなってしまう。コアクトー様、うちちょっとフルパワー出しますよ。